アンパンマンと数字と時計で遊ぼうね。まずは1の数字だね。1の数字、これが1個だと1、そして1時になるのは長い針がこうやって一周回るとチーン、これで1時になったよ。そして今度は2、2の数字はこれだよ、1、2だね。そしてまた2時になるためには長い針が一周回って、よし、これで2時。今度が3だね。3は1、2、3、これが3だよ。そしてまた時計は一周長い針が回って3時、これが3時、おやつの時間だね。今度が4だよ。4は1、2、3、4、4個あると4だね。またこうやって長い針が一周くるくるって回っていくとこれで4時、4時だよ。そして今度が5、1、2、3、4、5、5だよ。今度も時計は一周長い針が回っていくよ。そうすると短い針も4から5に動いてこれで5時。そして次が6、1、2、3、4、5、6、 6だよ。この針、短い針がここまで動くためには長い針が一周していくよ。えい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 、よし、これで6時になったよ。そして今度が7だね。1、2、3、4、5、6、7、7だよ。ここの6から7に動くんだよね。じゃあ長い針を一周動かしていくよ。こうやって一周動かしたら7のところに来たね。6から7だよ。今度が8、1、2、3、4、5、6、7、8、8になるためには一周こうやって回っていって、お、これで8時、8時になったよ。今度が9、1、2、3、4、5、6、7、8、9、 9だよ。そして8時から9時になるためにはまたこの長い針を一周回してあげて、よし、これで9時、9時になったよ。今度が10、 10だね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 10だよ。この9から10に動かすためにはこうやってまた長い針が一周回って10、 10だね。そして11、 11はこっちにしようかな。10から11に増えるためにはまた長い針が一周回ってこれで11時。そして11時から12時になるためにはまた長い針がこうやって一周回って、よし、これで12時になったよ。